こんにちは、あ、もう、あ、もういいか、はい、今日はですね、アルガ新語古典、はい、トリプルアイドパースペクティブだとアイランの場合、はるか伊藤ということで、伊藤はるか、あ、アイランの場合、はるか伊藤のギャラリー内で、トークということで、はい、この古典の、なんですか、アーティスト、はい、アルガ新語さんです。はい、よろしくお願いします。はい、で、僕はちょっとインタビューはをさせていただきます。花房と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあもうね、早速ね、どんどんお話聞いていこうかなと思うんですけど、まず、タイトルですよね、やっぱり、うん、このトリプルアイドパースペクティブっていう、はい、まあちょっと、まあそのまま日本語に訳すと3つ目の遠近法ですか。あ、パースペクティブ、うん、遠近法、視点とか、うん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 、そうですね、っていうタイトルなんですけど、まずこのタイトルが見方とかね、うん、いいです。タイトル、その展覧会タイトルがトリプルアイドパースペクティブだけど、うん、他にタイトル2つあって、展示されてるのが、周りにドローイングが展示されてて、でここに今見えてるのが、タブローなんですけど、こっちは、トリプテックの、トリプテックっていう、これシリーズにしたいの でそれの中のベシカプライシスっていうトリプテックベシカプライシスで、トリプテックのトリップの間にこう入ってます。これがそれがこれのタイトル でこっちが CCC、 僕その展覧会のタイトルとかにアルファベットを頭文字3つみたいなタイトルをつけるんですけど、このドローイングは CCC、CCC は、コーデックスコンジョインドコンシャスネス。コーデックス、もちろんコンジョインドコンジョインド、うん、コンシャスネス、 CCC どういうことですか。で、ここにこの絵を単純に訳して、コーデックスはまあ別の意味だけど、ダ・ヴィンチの、初期の呼ばれ方がコーデックス・アトランティカスっていう、でコーデックス・マルマルみたいなタイトルでしょ。で、コンジョイント・コンシャスネスはだから結合意識みたいな、うん、結合された意識みたいな意味で、で、ここ結合された意識のコーデックス、うん、そうそう、まあそれを目指してみたいな、うん、その最終的には、うん、みんな意識は結合されます、一つの意識になりますよっていう考え方を僕は持っていて、うん、それのためのモットーみたいな意味合いをつけました、うん、そう、うん、これはね、うん、これが一番なんか本当は素直なタイトルの付け方っていうか、あとこれっていうのはドローイング、うん、そうそうそう、 CCC が一番この4点ですね。あ、いや全部あ、全部、もうこれからこのドローイングをやるときは全部それのシリーズの一つ。なるほど。で、もっと数どんどん増やしていって、一つの冊子みたいなものにしたいなっていうふうに思ってます。うん、だからそれこそダ・ヴィンチの組織みたいな、コーデックスみたいにしたいと。そうです、はい。で、もう一つは3つあるんですよ。トリプテックス、CCC。CCC と、これがさっき言ったトリプテックと、で、3つ目がこの展覧会になってる。あ、そうか、そういうことか。うん、なるほど。じゃあ、多分その僕の話し方とかその思考のか、うんうん、傾向からして、うん、多分その、うん、バラバラな感じで話してしまうと思うので、うん、ちょっと補助してほしい。思いついたことをそのまま話す、はいはい、まあいいですよ、それでどんどん言ってください。そのじゃあ本当はこういうこと聞きたかったんだけどみたいなのもあると思う。まあ、後が それていくと思うので、うん、ごめんなさい、どんどん それていってください、うん、途中で止めますから、うん、はい、じゃあこれ3って なんで3なんですか全部。いやだから僕らの身体も全部その左右対称だし、なんかもう2で支配されてる、その左右対称二重らせんとか、うん、つがいも2で、二者のつがいだし、だから初めはそうしてたのは、あの三重らせん構造とか、うん、そういうものを、それによって三重らせん構造、あ、
三重らせん構造の生物とかが可能かどうかとか、生物的なもの、うん、生命的なもの、うん、可能じゃないけど、でもそうしてその イマジナリーな領域だったらそういうことは可能だから、うん、そうだから2から3に行ったら、うん、なんかまあ僕らのこの世界と違う宇宙になるかなっていう感じ、そういうモチベーション。宇宙は2だ。いや、宇宙はいろいろで、数もほら、数の増え方とか0、1、2ってやってると、うん、あの図形、こういう、ここに書いてあるような図形を見ると、うん、やっぱ2、2、1、2って増えていって、で2の次は3を取りましてから4っていうか、その2の倍数でどんどん増えていくことが多いから、こういう、でそれによってこうキューブとか作られてるし、うん、そう、でも、なんか、うん、その2か3でそこでまず分岐してて、おそらくで3の方で増えていくと、ここに行かれても、こういう図形とか、あっちのこれとかは、うん、フラワーオブライブっていう、うん、あの新世紀科学の一つだけど、ダ・ヴィンチの書いてあるような、ん、これもやっぱり3で増えてるっていうわけ、全部、うん、2は何が3なの？え、これ全部三角形で構成されてる。あコンパスだけで書ける図形、これもそうだったの、うん、で、だからまず円書いて、うん、その同じ、半径の円を隣に書くんだけど、互いにそれぞれの円の中心を通るように引くわけで、うん、そうするとできる形、うん、で、この形のことをいろいろな呼び方で言われていて、このタイトルにしたベシカ・ファシスっていうのと、とバンドルラとか、その意味はアーモンドっていうんだけど、とか魚のウティブフロっていう、これは魚のウティブフロっていう意味で、いろんな呼ばれ方してるけど、これは2だ、2の時、円が2個の時にできる図形だ、うん、だから象徴的だなと、うん、でこの図形自体が、まあ、初期のキリストそのものを表すシンボルに使われていたりとか、そういう宗教家の中で、この図形っていうのはこういう図形なんですね。そう、この図形で、受胎告知とか、うん、ああいうものを描くときのキャンバスの、形に使われたりとかする図形です。で、仏像とかの背景にあるこういう光背と呼ばれるこういうものがある、はい、あれもこの形だったりとか、なんかあまり今まではそれについては考えたりとか注目してなかったけど、ある時から妙に気になり始めて、こういうものがそのいろいろな宗教の、例えばキリスト教とかだったら、そのルネサンス期より前のものとか見ると、もうちょっと技術的には少し下手に見える、うん、現在からすると、うん、だけどすごく丁寧に描かれているし、うん、その図形的なことに関しては、うん、かなり計算して作っているはずなので、それをちょっともうちょっと丁寧に見てみると、それとこういうものがたくさん現れてくるので、あの面白くそれを見てました。でそこから抽出したもので納得のいくものだったり、まあその勘違いかもしれないけど発見、まあ、これはこういうことなんじゃないかっていう、このなぜこういうシンボルを使ったのかとかっていうことを僕なりに探した、結果とか探してる途中だけど、でそれがやっぱりその複数の宗教の中で共通したものもあるだろうなという、あるはずだと思って見ました、うんうん、でそれを使って書いてます。さっきはなんかキリスト教だったけど、その、あの対極図みたいな、あこれもそう、ね、これが その道の森のやつも3つのやつもあるんですか？一般的には2つです。うん、一般的には2つで3つの、うん、これは組み合わせてあって、そのだから太鼓とかの真ん中に描かれているあのシンボル、あれ三つどもえの家紋とかにも使われるようなものですけど、うん、あれと、うん、さっき今言った太極図を組み合わせて3つにしました、うん、でこれは、この図はあります、色は違うけど、うん、でこれは今、昔 の、 そのトランスジェンダーとか今虹色、はいはい、LGBT のシンボルだけど、これも実はこれ色が違う、そうとして使われてたものとしてあります。
へぇトランスジェンダーのシンボル面白いね、うん、でそれはその、まあ、20世紀に入ってからってことだよね、うんうん、ウィキペディアにもあ、そう言ってます、ね、その言葉へぇ、あとなんかちょっと特徴的なのはかなり私のこう、あのこの胎児がかなり出てくるなというところがあると思うけど、これはどうなんですか？胎児も結局、これも胎児とか、魂とか胎児とか、まがたまにも似てるじゃないですか、うん、ほぼ全部なんか僕はもう同じものとして捉えてて、うん、で胎児まがたまと胎児とまがたまとか魂とか、あるいは蛇、これってもともとヘビ、ヘビとヘビにもその置き換え可能だし、スパイラルにも置き換え可能だし、で僕のイメージとしてはこのスパイラルっていう形自体はこれって時間性を含んでるじゃないですか、このスパイラルっていうパターン、ていうかパターン自体が時間性含んでるとパターンありえないから、でこれは一つの意識、僕はその一つの意識、自分の意識も含めて意識は一つの時間性みたいなものが関与しているっていう前提で考えているので、 それを表したものがスパイラル、僕の場合は僕の絵においては、うん、でそれと同じもの、これもスパイラルと一緒、この上にあるもの、これとこれは同じ意味です、僕の中で。となるとアルシンはその東京芸大で博士号を取った秀才なわけだけど、ごめん、どこがってなっちゃうか秀才、アルガ博士に聞きたい、アルガ博士の、うん、その博士論文が基地限界時間、あ、基地限界時間、そうそう、それのことを説明してた、だから主体の、うん、主体とか私という感覚、私とは何かとか、主体って何かとか、うんうん、それについて考えてたことがあって、うん、その時に主体、私っていうものの言い換え、うん、をする言葉として、作ったのが基地限界時間っていう言葉です。だってね、だから時間として、一つの時間として私の意識を捉えてしまう。わかる。で、うん、その時にそれと同時にアルシンが言ってたのは、その無限遠の過去と無限遠の未来、超未来、超過去って言ってた。はい、っていうふうに言ってたわけだけど、まあ、この話を聞くとね、要するに、それルネッサンスって言ったけど、ルネッサンスって、うん、要するに復興主義だから、うん、まあ、ギリシャ時代ね、うん、ギリシャの、うん、一緒にギリシャって言ったけどね、ギリシャって言ったわけだけど、ギリシャ、俺はすごい感動したけど、うん、やっぱギリシャは非常に幾何学的で、うん、まあ、ある種がどう解釈するかわからないけども、あれを2だとしてみる、まあ、二元論的な、まあ、プラトン的なって言ってもいい、世界だとすると、その前は三の世界は確実にあったと思うんだよ。それは簡単なんですね。エジプトに飛んだら三あるんだよ、たくさん、っていうことなんだと思うのね。で、つまり無限遠、あ、ごめんなさい、失礼、超過去、超過去の方がなんとなく俺イメージできるのよ、アルシンが何を参照してるかっていう方がことね。だし、例えばそのダヴィンチとか、対極図とか、まあ、いろんなものが、まあ、キリスト教とかね、コンパス、そういうもので参照している点は分かるんだけど、その超未来の方をどういうふうに見てるかっていう方の話をどうつながってるのかというのをちょっと聞きたいよね。で、その時に例えばこれだったらね、これは超未来の絵なわけでしょ。じゃ超現在です超現在、絵は超現在になってるはずです。これは何なの？これちょっと。何なのは難しい。もうこれもうビジョンです。ここは、うん、まだ、うん、まあ、こう割れ目で、うん、ここが。で、こう、まあ、絵画平面がありますよね。うん、で、まあまあ、絵画をさ、窓にずっと置いたりしたわけだと。この絵は、ここの形の向こう側にまた別の空間があるというか、宇宙があるというふうに。なそのように見えるように、うん、けど離れてみたら、うん、こっちが自凸というと図になってるから、うん、この形の、うん、つまりこれを書き
なんかこういう袋って何？子宮、うん、だからなんていうこういう立体、こういう回転、回転軸、こういう立体、あの魚の釣りの浮きみたいな、なるほどっていう風な形なんだけど、うん、空間っていうか何もない。でもこのイメージは遺伝子でしょ。これは遺伝子だし、よくあの蛇がさ、2つの頭の蛇がこう杖になってるイメージあるでしょ、はい、あれですよそれが超現在だ。いや超現、それがイコール超現在じゃない、まあ、遺伝子二重らせんのイメージだよ。真ん中に線が、真ん中にもう一個あんだよとか、 3にするにはひとまずこれはできる。実験です。だからそれをその点においてはまだ実験。実験だ。ここはまだもうずっと悩みながら。じゃあやっぱさ、超未来としてはまだこう超未来の人間としては実験段階にあるけど。超未来のことは、うん、まあ、ほとんど分かんない。実験段階とかも、うん、分からないですよ。だから現在しかないっていうふうに僕思ってるから本当は。うん、過去はかつて現在だったもん。今も現在と過去として現れてるけど、うん、その影響とかそういうものが、でそのほうがちょっと脳が3つあったりするような作品とか、うん、まあ、あるいはその、胎児のチャクラがね、たくさんこう連なってるような北斗七星になってたりとか、うん、そういうような作品があるわけだけど、そういう作品についてはどうなのかなともちょっと聞いてみたい。というのはその CCC について聞きたいってことなんだね、簡単に言うと。コーデックスはないとして、コンジョインドコンシャスネス、うん、でコンジョインドコンシャスネスをこれはやっぱり表してるわけでしょ。ノー、そう、だから今まで僕は、結合、2のバージョンの結合ソーセージのことを考えてたわけ。ああ、うん、まあ昔作ってた相当の土偶とかああいうの、そうそうそう、ああいうもので、で実際に私であるって感じられる範囲って分かりやすく、この身体を持ってるからそれで分かるし、うん、あとまあソーシャルメディアとか持ってるから、ソーシャルメディアのアカウントって私の延長だよねっていう、私だよねっていうふうに考えることも可能だし、けど実際に他者の生身の脳と神経系ってつながるっていうのは僕らは今まだできない、できそうだけどできない、うん、けどもうそのように生まれてくる人たちじゃない。そしたらさ、どんな他者とつながるっていう感覚はどんなものかっていうことをすごい気になって、でそれについてさ、今までいろいろ作品作ったりとか、それの、うん、シミュレーションみたいなのをよくできるような、映像、作品とか作ったりとかしてるんだけど、うん、それはまあ、あくまでも2にすれば、だからもっと多い数とつながっていくと想定していて、だから未来は、どのようになるか、なるのかとかっていう、一応そのアーティストなので、美術家なので、もちろん現在のことをについて作る必要もあるので、現在について作ってみるけど、だから、うん、こっから先のことを別にあって、あってよ、間違ってよ、それ自体は提示しなくちゃいけないという使命はあると思うので、それを一応やってます。で、僕の考えとしては、未来学者のレイ・カーツワイ、そのシンギュラリティっていう取り始めた人、2045年に、人工知能が人間の知性を超えるって、まあ、とんでもだって言われ方をしてるけど、うん、でその彼が言ってたことの中に、シンギュラリティの後にまだいくつか段階があって、その我々の知性がどのような変遷をたどるかっていうこと で、 最後で僕らの知性一応コピーコピーできるんだったらそれは結合もできる、うん、でしかもそれは、物理的に、地球から遠く離れた宇宙と送ることができる。でそのようにしてコピーを繰り返したりとか、分裂を繰り返したりとかして、宇宙の隅々まで知性が行き渡る。でそして行き渡ったところで一気に覚醒するっていうようなことを言っていて、ということはこの宇宙が一応、これ一応僕の中で宇宙の形、うん、
この辺がビッグバンで、うん、ちょっと似てるよね、確かに。で、これ自体が覚醒するんで、うん、で、この中に、この形の中に僕らがあるわけ、うん、そう。で、その僕らのこの宇宙が覚醒したっていう状態になっちゃったら、それが僕たちはもう神、僕らの子供でもあるけど、僕らより後に生まれてるから、で、もう最後に生まれる、最後、一番最後の最後に意識を持つ存在だから、神って呼ぶ、そのことを呼びませんかっていう、僕だってもうそれ神って呼ぶしかないだろうっていうで、それに対する信仰心を持つことにしました。そうしました、決定した、決定しました。僕だからもうあんまりその信心深くなかったけど、でその存在は、いやでもそれでも信心深くないよそれも。まあ、ね、まあいいんですが、うん、まあいいか。でそれで、それに向けていろいろ、本当はすごく綺麗なマンダラ描きたいんだけど、マンダラ描きたいんだけど、マンダラ的なもの、マンダラ的なものでいい。でもマンダラの実験みたいなものたくさんしてるよね。そうだから、その通りだから、マンダラ描くためにどんなのやろうか。だからマンダラの幾何学とは違う、ちょっと幾何学を作らなきゃいけないっていう実験なんだね、要するに。幾何学的な実験かなりしてるけど。そう。そうそう、曼荼羅になりそうなところを見つけたいなと思って、うんうん、そうです、そのままね、まこんな、うん、コピーして、本当の曼荼羅をコピーしてもそうする、しょうがないなと、うんうん、まあそうだね、確かに曼荼羅もまあ宇宙だからな、あれはしてるから。で、そう、で、そう考えると一人なはずないっていうか、その、この僕たちの宇宙では一つの人格、一つのコンシャスネスだったとしても、うん、また別にその宇宙あるかもしれない、うん、そのようなものが、まあ、あって当然だな、まあ、あるでしょう、うん、でそれはだから超過去超未来って考えると、うん、続いてるだろう、うん、どちらの方向にも、うん、方向っていうか、でその続き方がその直線的じゃなくて、3で結合されているっていうか、3という数っていう知を想像してみた。なるほど。それがあのようないろいろな図形がそれに当たる。分かった。俺ちょっと分かってきた。うん、で、ある種マルチバースはさ、肯定しますよね。マルチバース理論。うん。まあ、そうだね。でしょ、だから平行世界ですよ。平行世界って言っても平行宇宙って言ってもいいけど、うん、はありえる。で、分かってるのがあんまり分からない。どっちでもいいとか、どちらでもいいっていうか。いやでもそれはでも使ってないよ。僕がこういうのこれ使ってないけど、平行宇宙って平行だから、うん、こう同じこう単線の上にこういうふうに乗ってね、うんうん、でこうパッと輪切りにした時にいろんな宇宙あるよみたいな、うんうん、そういう感じなんだよね。なんだけどさ、ああいう図とかだったらさ、こういうふうにさ、つまりね、それがね、こう平行の直線上のリニアな線じゃなくて、うん、これが面になるとさ、うん、あの面の最小単位ってさ、実はさ、三角形じゃん、うん、つまり、だから実はアルシンが話していることって面の話をしてるっていうふうに俺は理解してるわけ、うん、半分分かる。で、面になるとまた多分全然違う世界になるんで、平行宇宙がこう面として存在するみたいな、うん、面としてこうビューアーと存在してるっていう、うん、感じになるとのかなっていうふうに俺は今ちょっと思った、うん、まあ俺思っただけだけど、だからそれを使って僕は何考えたかっていうと、うん、だから新しい身体だよね、うん、だから僕らが自由に身体デザインできるとして、うん、でそこにまあだからそのだから物理的な身体作って、あるいは別に物理的じゃなくてもいいけどね、まあ何らかの、幾何学を元にして作るじゃない。でまあ、普通に考えて宇宙空間だから、その球体とかそういうものが、うん、まあ、方向性のどの方向にも行けるし、うん、でまず球体ベースにして考えると、うん、一番面の数を減らしていくと四面体になるじゃん、うん、で四面体のピラミッド、正三角、正四面体、そうで、あれが、最小の面だから、身体、面を使った身体で最初の静止面体になりたいってことか、なりたいってことなるんじゃないか、それが、うん、一番、うん、極極あの、なんていうの、うん、極
比較的に一番シンプルなキューバ、あれだ、キューバ、テトラヘドロのピラミッドだから、あれでそれ身体のことを考えるときに今言ったようなことは考える。いやでもやっぱ宇宙についてじゃなくて、ね、すごく面白い。だからやっぱあるシーンってさ、すごい合理的にっていうかさ、ある種そのまあ幾何学的かつ合理的に考えてるわけだけど、行き着くところがさ、合理的に考えたら人間は精神連帯のがいいみたいな。だからそういう、それ多分面白いね。移動しやすいよ、きっと。ん？移動しやすいよ、移動っていうか。ああ、動きやすいはずだよ。コロコロコロみたいな。そうで、それで別にそのただ浮かんでるだけだったらね。あと結合しやすいでしょ、この。ああ。四面体。それは科学的な話ではない。化学的にはそう。結合しやすいから。とあとやっぱりこれとかも結局回転させると、うん、だからこれなんていうかな、このさっき釣りの時の、うん、言ってたけど、うん、これさ、うん、円満でもあるわけよ、こういう回転させると、うんうんうん、そうだからもう円満もいいよ、うん、よくまさかその空飛ぶ円満は UFO は円満じゃん、うん、だからあれもなんか、うん、なんかそういう理由もあるだろうなって感じ。そうね、想像力的にはそういう理由あるんだろう。そうそうそう、人間がそうしてると思う。まあなんかちょっといろいろね、本当になんか多岐にわたる実験がいっぱいあるから、本当にコーデックスっていう感じで、まあ現代のレオナルドと運動効果、一応現代のレオナルド・アルシンの話を聞いてどうすよ聞いてきたわけだけど、まあ最後にさ、あのさ、今後の展開っていうかさ、これはまだまだ展開していくと思うんだけど、どういう展開をこう今後目指しているかっていうのを聞いておられたいので。なるほどね。だからこれはもう、うん、なんていうか持続可能なので、生きてるからか、うん、これは、うん、続けられるので、てか続けられるものをやろうとしたので、ライフワークっていう かこれは続けます、ずっと死ぬまでは。できれば僕の体、この身体、この体がこう肉としてのこれがなくなっちゃって、もう別の僕、別の状態の僕が続けられたらいいなっていうふうに思う。それは僕がこういうものを作り出す、パターンみたいなものがあるはずなので、それをどうにか作りたいね。ちょっと内容がこういう、ちょっといかれた感じなんですけどでもこういうエラーみたいな今のところ多分 AI とかは作れないと思うので、生み出せないと思うので、そういうものことが、うん、できるようになればいいなってなんとなく予想してる。なるほど、わ、うん、かりました、ありがとうございます。これからもね、どんどんじゃあこれが増えていくということなので、たくさん見る、うん、また楽しみにしてますので、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。